皆さんこんにちは、代々木ゼミナール物理科の稲垣です。直前期の学習方法のアドバイスとして、少しお話をさせていただきます。まあ、直前期皆さんが一番悩むのはおそらく何をすればいいのかということをね、一番悩みとして持つ生徒さんが多いと思うんですけれども、実はもう何をするかというのは正直決まってるのではないでしょうか。君たちが今まで受験勉強でね、信じてきた先生たちが直前期に何をすればいいか、そこら辺の話はもうたくさん聞いてると思うんです。ただ、それをやるときに僕から一つアドバイスをするとするのであれば、ただただ丁寧に問題を解き切るということを心がけてほしいんです。直前期は、ね、やりたいこといっぱいある、でも時間がない、あ、この問題は解いたことあるからいいやとか、もしくは計算も、あ、この計算はあと計算すれば答えが出るからいいやと言って計算しないで終わりにしてしまう生徒さん非常に多いんですが、皆さんが一番最後にやらなきゃいけないことは本番で回答を作り上げるということなんです。そのために最後の最後でその丁寧に答案を書く、最後まで解き切るということを心がけて学習してみてはいかがでしょうか。皆さんの合格心から期待しています。頑張ってください。